X-38 なさ X-38X-38 はアメリカ航空宇宙局が開発していた乗員機関機。スケールドコンポジッツが製造しており、1996年から開発が進められたが、2002年に開発中止となった。1969年のソビエト。 スパイラルマイナスプロジェクト NASA の B-52 母機のパイロンから切り離される X-38V-132 エバーグリーン航空博物館に展示されている V-131R1990 年代後半に入り国際宇宙ステーションの建設が具体化するにつれ NASA はその乗員の緊急脱出用機材の開発を検討するようになった ソユーズ宇宙船の定員は3名であり、ISS 乗員全員を乗せることは不可能であった。そのため、7名程度の人員を地球に緊急帰還させる宇宙船として X-38 の開発を行うこととなった。開発は1996年から開始され、その製造はスケールドコンポジッツが行うこととなり、 ジョンソン宇宙センターも開発に携わっている。この他、欧州宇宙機関とドイツ航空宇宙センターも開発に協力した。当初の計画名称は X-35 とされていた。4機が実験機として製造する計画であり、初号機の V-131 は80%スケールのモデルで、 後期の V-133 及び V-201 がフルスケールモデルであった。初号機は1998年3月12日に初飛行を行っている。NASA の NB-52B から投下され1000音速飛行を行った。初号機と2号機 V-132 で4回ずつの大気圏内滑空飛行試験を行ったが、 2002年4月29日に予算問題により開発計画が中止された。軌道投下用実験機の V-201 は80%まで完成しており、計画続行時はスペースシャトルに搭載して運ばれる予定であった。なお、本計画の中止により、宇宙ステーションからの脱出手段は既存のソユーズ、宇宙船によって確保されることになり、 滞在宇宙飛行士が6名ならば、ソユーズ2機を常時ドッキングすることとなった。基本形状は、リフティングボディであり、機体仮面は、大気圏再突入用の耐熱パネルとなっている。水平尾翼は有さず、機体後部左右に総垂直尾翼を有する。機体サイズは、スペースシャトルの貨物室に収まるものとなっていた。生命維持装置の稼働時間は、 バッテリーの容量の制約で約9時間であるが、地球機関に要する時間は2から3時間とされていた。機体は乗員が負傷して動けなくなった場合も考え、完全に自動制御した設計であった。地球機関にあたっては、軌道離脱用エンジンの噴射の後、大気圏に再突入し、滑空しつつ高度を下げていく。機体の減速にあたっては、 大型のパラホイールを用いる。これは、世界最大の大きさを有するもので、面積は687平方メートルもあった。この他、ドラッグシュートも装備し、非常用の上員脱出パラシュートを搭載する計画であった。着陸客にはスキッドが採用されていた。X-38V-130 には、現在、NASA から、 ネブラスカ州アッシュランドの戦略的航空宇宙博物館に永久対応されている。2015年10月90%完成した X-38V-201 はテキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターの220号館から移動され建設用ロープに包まれ49号館の外にある。 2020年1月、X-38V-131R は、NASA から、オレゴン州マクミンビルの、エバーグリーン航空博物館に貸し出されている。ありがとうございます。